こんにちは、ハイブリッコちゃんです。竹千代号と深谷号です。深谷号さんで今日もお送りいたします。はい、今日も四字熟語当てクイズ。難しい難しいけど一生懸命深谷号さんは考えてくれます。はい、はい、皆さんも負けずにね、当ててもらって、はいはいはい、では早速書いてきます。一文字目の文字と絵を描きますので、何の四字熟語を書いているのか当てていただく。はい、はい、お願いします。はい、頑張ります。はい、では第1問、最初の文字はな。な、な、はい、なのつく四字熟語、漢字はこれです。もしかしたら分かる。まだ思いつかないです。まだ思いつかない。はい、では絵を描きます。お、すごい嬉しい。どんな顔してるわけ。ドラえもん、何これ、なんかこんなようなね。そしてなんとなくどうですか。はい、いいですか。はい合ってるか分かんないんですけど、はい、七点、はい、七点、八起き、はい、ですか。正解もう一回で言ってもらっていいですか。七か七か分かんない、うん、もう七ですね。七点、八起き、正解にします。正解、正解は七転び八起き。漢字はね、七転び八起き。七転び八起き。テントもね呼びますから、はい、おまけの正解。七転び八起き正解。はい、よかった、すごい当ててもらって嬉しい。では正解の絵札を、はい、パカッ。ああすごいすごい、だるまさんこれでした。やっぱそうですよね。そうそうそう、なぜかこのイメージ。はい、顔がちょっと違ったけど、可愛い、だるまさん、うん、ね。いや嬉しいです、当たった。意味ですね。意味は、7回転んでも8回起き上がるように、失敗してもくじけずにやり抜くことだそうです。はい、ね、失敗してもくじけない。はい、はい、いいことですね。そうですね、いい言葉です、ね、いい言葉です。はい、七転び八起き。はい、では第2問いきます。はい、最初の文字は目。目、目、はい、目のつく四字熟語、漢字に書くとこうですね、こう読みます。これを絵にする絵にするのが
難しい。そうか、どうしよう、難しい。どうしよっかな。どうしよう。性別は不明です。あ、不明。はい、不明なんです。難しいな。難しいです。状態、この状態これ当てたらすごいです。分からないですね。難しいですね。さらなるヒントを、さらなるヒントを与えようということなのでじゃあから、難しいですね。難しいんです。分かった方はいらっしゃるでしょうか。ではね、正解を言います。はい、正解を言ってもらう？あ、想像で、想像で、これじゃないかという四字熟語。はいはい、何か発明されたんですかね。違います。違いますか。これはこれの絵で、はい、これがまあその四字熟語をそのまま書いてみました。二文字二文字。これはと鏡、合ってましたね。止める水、水合ってました。すごい、すごいです。
4分の3当てましたね。4分の3、3分の2か。すごい嬉しい。でも名教師水では絵を見てみます、はい、どんな描くんだろう。これこれらしいですよ。名教師水の絵はこれ。なんて、あ、そっかそっか、あーそっか、わかりました。そうだ、こっちね、同じような絵を描きました。そうだ。意味ね、意味。意味、一定の曇りもなく澄み切って落ち着いた心の状態。そうだそうだ、そういう意味でした。そうだからこの絵だ。同じような絵を描きました。あ、でも当ててくれて嬉しい。すごいです。初めて聞きました。初めて聞きましたね、はい、でも当ててくれてすごい嬉しいです。はあ、すごい勘がいい。はい、ではありがとうございました。はい、はい、今日はここまでです。はい、バイバイ。バイバイ。本日もハイブリッドチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またハイブリッドちゃんは Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。Thank you for watching Hybrid Channel today. We also have Twitter and Instagram. Please check it out. Bye bye.